こんにちは、黒坂哲史です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はリクエストもいただいたので面白いなと思って3人でリハーサルをしてる後にちょっとこの曲をパパって撮るからやってみようかっていう感じでラフに撮りました。だからメロディーを間違えたりとかそういったのもやべとか書いてあったりとかして楽しめるかなと思いますが、曲はですねチャーリーパーカーのオープリバーブということですね。オープリバーブ僕もよく調べたんですけど、これあのパーカーって結構造語をよく作るんですね。意味わからんけどなんか勝手に作った言葉を曲名にしてることってすごい多いですね。人の名前とかね。でこの多分フランス語の、アプレーブっていうのを、お先にどうぞっていうのをまああのそのままオープリバーブっていう英語読みにして つけたんではないかと言われてます。非常にラフなセッションです。ドラム側にマイクがあるのでちょっとドラムの音がオーバー気味かもしれないですが、そこら辺はまあご容赦ください。右上に譜面インジケーターというのをつけました。僕はイメージ的にずっとこうこの譜面みたいなやつがずっとここにある感じですね。だからずっとナビを見て運転してるみたいなイメージなんですけど、でこう聞いててもらうと分かるんですけど、このフレーズっていうのはこの段の切り替わりに向かって何かが起こります。なので段の切り替わりに向かってあこういくんじゃないかなと思ってパンっていったりあ外れたりとかっていうのが、思いがみんな思い思いでジャズをやってます。そういう風に、遊んでるって感じで、遊びながらこうよりいいものをアイデア出しながら作ってるっていうようなイメージです。そういうことを感じていただければ非常に嬉しいです。それでは聞いてください。オープリバーブです。Yeah, one, two, one, two, three. Thank you.
今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。